パリ五輪では今大会、競技以外でも様々な問題が取り沙汰された。女子ボクシングでは、66キロ級のイマネケリフ、アルジェリアと57キロ級のリンユーチン、台湾が性別騒動で家中の人となった。画像、エアコンなしの質素なデザイン。 パリ五輪選手村の全容をチェック57キロ級準決勝でリンユーチンと対戦したトルコのユルドゥズカ・フラマンは判定負けとなったが、試合後の行動が物議を醸した。ユルドゥズカ・フラマンは敗れた後、そのままコーナー付近に移動しロープに腰をかけ、リンユーチンが退場できるように空間を作って検討をたえ合った。が、その後、リング上に戻ると指を交差させて、X。 の文字を作り、司法に披露したのだ。その瞬間、1万8000人の観客で埋まった会場は騒然となった。林友陳は、昨年に今、国際ボクシング協会が主催した世界選手権で実施された性別的覚醒検査で一般的に男性が持つ、XY 染色体が検出されたとして失格処分となっている。一般的に女性が持つのは、XX 染色体であり、 トルコ人選手が示した、X は、それを示唆するかのような侮辱行為だったとも捉えられた。準々決勝でも林チンに敗れた相手が同じパフォーマンスをリング上で披露しており、波紋が広がった。ユルドゥズカ・フラマンはこの行為に関して試合後、ノーコメントとし、決勝に進めなかったのが残念と悔しさを滲ませた。五輪で繰り返された侮辱的とも受け取られる行為は海外メディアも注目した。 米紙ニューヨークポストは、林チ鎮の勝利の瞬間を台無しにしたと指摘し、英紙デイリーメールもゆるるズカフラマンは先にリングロープを広げ、ユーティンに敬意を表しているように見えた。なぜこんなことをしたのかと、エックスポーズを断じていた。一方、林チ鎮は、台湾のニュースサイト、フォーカス台湾などで、彼女は敬意を持って結果を受け入れていたと信じている。そうじゃなきゃ、 あそこでロープに座ろうとしないとコメント。さらに、彼女は素晴らしい試合を見せてくれたと振り返り、相手の侮辱行為については意に介さなかった。そんなメンタルの強さも発揮し、林チンは決勝でポーランドのユリア・シェレメタを5対0の判定勝ちで破り、ボクシング競技で男女通じて初の金メダルを台湾にもたらした。セレモニーで間決まったメダリストは、 トップアスリートとして試合に集中し続けることが極めて重要だったんです。対戦相手が誰なのか、そして次の試合に向けてどのように準備すればよいのか。それを考えるだけで私は精一杯でした、台湾メディア、フォーカスより、と極度のプレッシャーの中で戦った苦しい胸の内を打ち明けていた。文、構成、ここからネクスト編集部。